風巾と魚の町、林芙美子。一。父は風巾を鳴らすことが上手であった。音楽に対する私の記憶は、この父の風巾から始まる。私たちは長い間、汽車に揺られて退屈していた。 母は私がバナナをたんでいるそばで教問を受しながら涙していた。あなたに身を託したばかりに私はこのように苦労しなければならない。と、あるいはそう話しかけているのかもしれない。父は白い風呂敷包みの中の風巾を時々尻で押しながら、 粉ばかりになった刻みたばこを吸っていた。私たちはこのような一家をあげての遠い旅は一切ならずあった。父はまぶたを閉じて母へ何か優しげに語っていた。今に見いよ、とでも言っているのであろう。延々とした渚さを記者は張っている。 動かない海と、喫立した雲の景色は14歳の私の目に、壁のように照り輝いて映った。その春の海を囲んで、たくさん、日の丸の旗を掲げた街があった。まぶたを閉じていた父は、赤い日の丸の旗を見ると、せわしく立ち上がって、 汽車の窓から首を出した。この町は祭りでもあるらしい。降りて民家やのう。母も教文を合切袋にしまいながら立ち上がった。本当に綺麗な町じゃ。まだ日が高い気に降りて弁当の台でも稼ぎまっせ。 で、私たち三人は、おのおの荷物を肩に背負って、日の丸の旗のひらひらした海辺の町へ降りた。駅の前には白く目立った大きな柳の木があった。柳の木の向こうにすすで汚れた旅館が二三軒並んでいた。 街の上には大きい綿雲が飛んで、看板に魚の絵が多かった。浜通りを歩いていると、ある一軒の魚の看板の出た家から、ヒュッヒュッと口笛が流れてきた。父はその口笛を聞くと、背負った風琴を思い出したのであろうか。風呂敷包みから風琴を出して、 肩にかけた。父の風菌は恐ろしく古風で大きくて肩にかけられるべく革のベルトがついていた。まだ鳴らしなさるな。母は新しい町であったので恥ずかしかったのであろう。ちょっと父の腕をつかんだ。口笛の流れてくる 家の前まで来ると、うろこまみれになった若い男たちが、ひゅっひゅっと、口笛に合わせて魚の骨を叩いていた。看板の魚は、青笹の葉をあざとに挟んだ鯛であった。私たちはしばらく、その男たちが、面白い身振りでかまぼこをこさえている手つきに、 見とれていた。「兄さん日の丸の旗が出てるが何事バシあルとかな」。骨を叩く手を止めて目玉の赤い男が物上げに振り向いて口を開けた。「市長さんが来たんじゃ」。はあたまげた騒ぎだなあ。私たちはまた歩調を合わせて歩き出した。 浜には小さい船着き場がたくさんあった川のようにぬめぬめした海の向こうには柔らかい島があった島の上には白い花を飛ばしたような木がたくさん見えたその木の下を牛のようなものがのろのろ歩いていた2 ひどく爽やかな風景である。私はレンコンの穴の中に、からしをうんと詰めてあげた、天ぷらを一つ買った。そうして私は母とその島を見ながら、一つの天ぷらを分け合って食べた。はよ、戻んなはいよ。売れなうれんでも、えー、とじゃけに。母はほのかなわびしさを感じたのか。 私の手を強く握りながら私を引っ張って鳩場の方へ歩いていった肋骨のように胸に黄色い筋の入った憲兵の服を着た父が風琴を鳴らしながらおいちにおいちにと坂になった町の方へ上がっていった母は父の鳴らす風琴の音を聞くと うつむいて、シュンと鼻をかんだ。私はぼんやり、あばらのついた手のひらをなめていた。どラ、鼻をこっちやってみ。母は、襟にかけていた手ぬぐいを、小指の先に巻いて、私の鼻の穴に突っ込んだ。ほら、こぎゃん、苦労なっとるが。母の手ぬぐいを巻いた、 小指の先が椎茸のように黒くなった。街の上には小学校があった。小麦臭い風が流れていた。こりゃあまあ、景色の良かとくじゃ。手拭いでハタハタと曲げの上の薄いほこりを払いながら目を細めて母は海を見た。私は 根の天ぷらを食うてしまって雁木の上の露天でプチプチタコの足をあげている揚げ物屋のばあさんの手元を見ていた「いやしかのこの子は腹がばり裂けても知らんぞタコの足が食いたかな何言いなはるとお父さんやお母さんがこぎん貧乏しおとるが」。 わからんとな遠いところで父の風琴が風に吹かれている汽車へ乗ったらまたよかもの食わしてやっけにいんにゃたタコが食いたかさっちいそぎゃん困らせよとか母はふさのついた島の財布を出して私の鼻の上で振ってみせた。 ほらこれでも特進のいかのか薄い母の手のひらに緑の粉をふいた大きい二銭銅貨が二三枚こぼれた白かにはなかろうが白かどがないとタコの足はかえんぞ赤かにじゃかえんとなこの子はさっちあげんこつ お父さんやお母さんが食えんでも、めんめが腹ばいこやしたかな。食いたかもの、しょうがなかじゃなっか。母はピシッと私のビンタを打った。学校帰りの子供たちが渡し船を待っていた。私が殴られるのを見ると、子供たちはどっと笑った。 鼻血が喉へ流れてきた。私は青い海の照り返りを見ながら、塩っぱい、涙をすすった。どこさか行ってしまいたい。どこさか行く言うても、お前がとのようないじっぱりは人が相手に戦闘？相手に先ゃかよか。遠いとこさ一人で行ってしまいたか。 お前はめんめさえよければええとじゃけに、バナナも食うつろうが、レンコンも食いよって、不言者の子供でもそげんなくわんぞな。不言者の子供はいつもうまくもの食いよっとじゃもの。あぎゃん腐ったバナナば、恩に着せよる。この子は、嫁様にもなる年頃で食うことばかり言いよる。 金ば殴るけんほら鼻血が出つろうが母は合彩袋の中からセルドイドの串を出して私の髪をなでつけた私のふさふさした髪は串の葉が当たるたびにパラパラ音を立てて空へ舞い上がったワンワンして火がつきゃ燃えつきそうな頭じゃ串の葉を ハーモニカのように口にこすって、つばをつけると、母は私の額の上の巻き毛をなでつけていった。お父さんが商売があってみ、なんでも買うてやるがの。三、私は背中の荷物をおろしてもらった。紫の風呂敷包みの中には、絵本や、 水彩絵の具や運針類いが入っていた「風琴ばかり鳴らし夜が商いがあったとじゃろか行ってみん私は桟橋を駆け上がって坂になった町の方へ行った「町が狭いせいか犬まで大きく見える」「町の屋根の上には天幕が揺れていて」 桜のかんざしをさした娘たちがぞろぞろ歩いていた「えー、ご当地へ参りましたのは初めてでござりますが当商会は瓶漬けをもってガマの公約かなんぞのようなまやかし者はお降り出たしませぬえー、恐れ多くも宮様お買い上げの光栄を有しますところの 紹介の薬品はそこにもあるここにもあるというふうなものとは違いまして蟻のような人だかりの中に父の声が非常に汗ばんで聞こえた漁師の女が退読下しを買った桜のかんざしを刺した娘が貝殻へ入った目薬を買った に上げの男が内見の公約を買った。ピカピカ手ずれのした黒い鞄の中からまるで手品のようにいろんな変わった薬を出して父は輪を作った群衆の目の前を近々と見せびらかして歩いた。風琴は材木の上に転がっている。子供たちは不思議な風琴の木をいじくっていた。 ー、ー。このように時々風琴は突拍子な音を立てて肩を揺する。すると子供たちは豆のように弾けて笑った。私は占領された風琴の音を聞くとたまらなくなって群衆の足をかき分けた。えー、死休地の道にはこのお一二の薬ほど 聞くものはござりませぬ。私は材木の上に群れた子供たちを押しのけると、風琴を引き寄せて肩にかけた。何しよっとわしがとじゃけに子供たちは断髪にしている私の男の子のような姿を見ると、んぎりんぎり男なごやーいと生やし立てた。 父は古ぼけた軍人帽子をちょいと直して振り返って私を見た。邪魔しよっとじゃなか。早よおっかさんのところへい,いんじゃれ。父の目が悲しげであった。子供たちはまたハエのように風巾のそばに群れて白いキーを押した。私は材木の上を縄渡りのようにタッタッと走ると、 どこかの町で見た曲芸の娘のような手振りで腰をもんだ。帯が溶けとるどー竹馬を肩に担いだ男の子が私を指さした。ほんま私はほどけた帯を腹の上で結ぶと裾を股に挟んでキュッと後ろに回して見せた。男の子は笑っていた。 白壁の並んだ肥料倉庫の広場には針のように光ったひうおが山のように盛り上がってあったその広場を囲んで露天のうどん屋が鳥のように並んで中下たちが立ったままつるつるとうどんをすすっていた露天のガラス箱にはせんべいや天ぷらがうまそうであった私はガラス箱にもたれて せんべいと天ぷらをじっとのぞいたガラス箱の肌には霧がかかっていたどこの子かなあそこへ持たれちゃいけんがのうちぶさを出した女が赤ん坊の鼻汁をすすりながら私を叱った、4. 山の赤い寺の塔に火がとぼった島の背中から 岩し雲が湧いて、私は歌を歌いながら、鳩場の方へ歩いた。桟橋には火がついたのか、長い竿の先に籠をつけた物売りが、白い気船の扇幅を囲んで、声高く叫んでいた。母は待合所の方を見上げながら、桟橋の荷物の上に持たれていた。ん場所ょっとと、 お父さん見てきたとか。うん、見てきた。山のごつ、売れよった。ほんまな。ほんま。私の腰に、また紫の包みをくくりつけてくれながら、母の目は、嬉しげであった。ぬくうなった。風がぬるぬるしおる。ようがしたか。かまんことあなか。そこへせえよ。 三橋の下にはたくさんもや人海が浮いていた。そのもや人海の下をくぐって、影のような魚がひらひら動いている。帰ってきた船が鳩のように胸を膨らませた。その船の喫水船に潮が盛り上がって、空には薄い月が出た。馬の小用のごつる ほんでも長いことを気張っとったじゃもの私はあんまり長い雇用に愛想を尽かしながらうんと力んで自分の股間を覗いてみた白いプクプクした小山の向こうに空と船が逆さに映っていた私は首筋が痛くなるほど身をかがめた白い小山の向こうから霧を散らしたいばりが キラキラ光って、桟橋を濡らしている。何しおるとじゃろう落ちたら知らんぞ。ほら、お父さんが戻ってきおるが。ほんまかほんまよ。股間を心地よく、海風が吹いた。くたびれなはったろう。母がこう叫ぶと、父は、 手ぬぐいで頭を拭きながら、ガ木の上の方から私たちを呼んだ。うどんでも置くわんか。私は母の両手を握って振った。うれしか。お父さん、山のごつ、売れたってじゃるな。私たち三人は露天のバンコに腰をかけて、うどんを食べた。私の丼の中には三角の 油揚げが入っていた。どうしてお父さんのもおっかさんのも狐が入っとらんとやかましか。子供は黙って食うがましい。私は一遍の油揚げを父のどんぶりの中へ投げ入れてにやっと笑った。父はうまそうにそれを食った。 珍しかとじゃるな二三日、泊まってみたらどうかなはじめ、灰、は、平、い、じゃろうと言いよったが、風琴を鳴らして、はいからじゃというものもあった。ほうない勇ましか曲を二つ三つ聞かしてやると、よかったに。私は残ったうどんの汁に、 湯をゆらゆらついで長いこと乳のように吸った町には輪のように火がついた市場が近いのか頭の上に平たい桶を乗せた魚売りの女たちが「晩より晩よりはいりんせんか」と呼び寄りしながら通っていく。 こりゃあまあ面白かところじゃ。汽車で見たりゃらが恐ろしく多かったが漁師も多かも薬も売れようたい。ほんにお菓子か。父は白い銭をたくさん数えて母に渡した。のう、たこなしが食いたかな。またげんこつ。 お父さんなおこんなさって風琴ば海さ捨てるて言い,いなはるばいまた何ぐずちょるとか父は豆出町の背中から鉛筆を抜いて薬箱の中と照らし合わせていた5夜になると夜桜を見る人で山の上は群がった ガのように賑にわった。私たちは駅に近い線路際の旗子に落ち着いて汗ばんだまま腹ばっていた。こりゃもう働き道の多い町らしいぞ。桜を見ようとてお前、どこの町であにぎゃん賑をとったかや。狂人道が何が桜かのう。たまげたものじゃ。 別に気も浮かぬといったふうに風呂敷包みを解きながら母はふんと鼻で笑った。ほう、お前も立ってここへ来てみいや。綺麗かぞ。すけた低い障子を開けて父は汚れたメリアスのパッチを脱ぎながら私を呼んだ。寿司ばーくいとうなるけに見戸はなか。 私は立とうともしなかった。母はクックッと笑っていた。腫れ物のようにブワブワした畳の上に腹ばって、母から特本を出してもらうと、私は大きい声を張り上げて、保護色の一部を朗読し始めた。母は私が大きい声ですらすらと本を読むことが自慢ででもあるのであろう。 うーん、そうかやとたびたび、優しく返事をした。百姓は化けたな尺取り虫に土瓶を引っ掛けるってかい尺取り虫が木の枝のゴつあるからじゃろ。土ギャン虫かな田舎へ行くとよくある虫じゃ。ふん、長いとじゃろ カイコのゴつある。お父さん、ほんまに見たとかほんまよ。シミだらけな壁に、童子のような私の影が黒く映った。風が吹き込むたび、ランプのホヤの先が燃え上がって、誰か雨が近いと言いながら街を通っている。まあ、こんな草か部屋。 ぼうに決めなはった止まるだけでよかもの、六十セ台。たまげたなあ旅はむごいものじゃ。あんまり静かなので、波の音が腹に入ってくるようだ。布団は一組で三枚。私はいつものように特本を持ったまま、黙って裾へ入って横になった。 おっかさん、もう、ばんな何も食わんとかいもう、なんちゃいらんと。布団に入ったら、寝ないかんと。うどんば食べたじゃろが、白か銭ばたくさん持っちょって、なんも買うてやらんげに、思うちょるが、宿屋も払うし、薬の問い合いも払うてしまえば、 あの白風にはは脳なってしまうがの。早よ寝て、早よ起き。朝になったら、白かまんまいっぱい食べさすってな。座布団を二つに折って、私の裾に差し合って入ると、父はこう言った。私は白かまんまという言葉を聞くと、ポロポロと涙が溢れた。 背丈が伸びることちゅうて、あぎゃん食いたかものじゃろうかな。はよう決まって、飯が食えるようにならな。なんかよか仕事は、かじゃろうか。父も母も、裾に寝ている私が、涙を流しているということは、知らぬげであった。 あれも本場よう読み寄るで、どこか決まったりゃ、学校さあげてやりたか。明日もう一日、売れたりゃ、ここへ座ってもええが、ここはええところじゃ。駅へ降りた時から気持ちがほんまによかった。ここはなんちゅうてな おのみちよ、ゆうてみ。おのみちかうみもやまもちかいええー、ところじゃ。母ははたって、ランプをけした。